方佐々木朗希さん、海外の方からとんでもない表現をされてしまう。FOX スポーツ MLB 引用、このろくでなしは、二日酔いの日のおならのように時速100マイルの球速を繰り出します。くさこれマジ？表現の仕方がダサいすぎる。まあ二日酔いの時にはヘがたくさん出るもんな。息をするようにカラカラすると近い気がする。明らかはヘコキキャラじゃないだろ。吉田聖のバッティングをヘに例えるべき。スペイン語圏の記者かなんかの追加と思ったらフォロワー142人しかいない一般人やん。日本人でも、アマゾンで実況したラジオアナウンサー攻めてたんやけどな。なんで同じように面白がってやれないんや？まあ褒めてるにしても日本語に訳そうと思うとうまい言い換えが思いつかないわう。マザーファッカー言うてるしゅ。お前、息をするように満点取るなって言われるのはいいけど、二日酔いのヘのように満点取るなって言われたら腹立つやろ。おもろいけど。明らか陽キャだからこんな表現好きそう。ゲラゲラ笑ってそう。日本でこんな表現したら炎上不可避。陽キャというかどちくしょうな。いやどんな表現だよ、例えがひどすぎる。チャンネル登録よろしくお願いします。